とりあえず極境台を離れてって、あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、ずいぶんと優雅な佇まいだな。それに気品もある。これ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ボサッとすんな。早くついてこい。あ、はい。おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。おやぶ、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ、主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。ルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限りそんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。はあ、またお前らか。千眼君、どうして千眼軍がここに。まさかお前が通報したのか。つ、余計な真似を。俺は。黙れ、また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を。怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。
神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。先刻は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、 そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか？じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか？精神、ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している。薬剤？どうやらよく分かってないみたいだな。近くに不袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。